こんにちは、ベリーダンサーのザヌコです。皆さんお元気ですか？今日はヒップアップをやっていきたいと思います。ベリーダンスの動きでヒップアップに効く動きいっぱいあるんですけど、今日は一つだけやっていきます。一つだけね。じゃあ始めてみましょうか。さて、始める前に一つエクササイズ入れていきたいと思います。多分後ろ姿見た方が分かりやすいと思うので見ててください。ルーティンワーク、いつも私のレッスン受けてる方とか愛花ちゃんのレッスン受けてる方は分かると思いますが、ルーティンワークの中で骨盤をしっかり立たせるエクササイズいつも入れてます。それ見てね。じゃあこの骨盤を立った状態でやっていきます。お尻のお肉は外側にかき上げて出しときましょうか。で、座骨でしっかり床を刺すイメージ で、そこからクーッと伸びていく背骨、ね、キープしながらお尻のお肉2つ、ほっぺた2つ、これをグーッて力入れて1つにします。エンリリース、もう一度クッ、エンリリース、クッ、エンリリース、エンリリース、グッ、エンリリース、グッ、エンリリース、もう一度グッ、エンリリース。で、この時足言い忘れたけど、足別にめっちゃ開く必要ないです。自分が楽な姿勢で骨盤がまず立ってるところ、しっかり座骨を地面が捉えられるところ、そこで座ってあげてください。足の広さとかつま先がちゃんときれいにとかそういうの関係ないので、そう、お尻の肉、続きやりますね。グッ、エンリリース、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン、エンテン。じゃあ今度は右だけ、右、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン、エンテン。どう、できる？なかなかね、初めは難しいと思うかもしれないんですけど、それそして難しいプラスとってもちっちゃな動きかもしれないけど、やっていくうちに絶対できるようになるので、じゃあ反対いきます。今度左、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン、テン。どうでしょう？じゃあ今度は交互にやっていきます。右左、右左、右左、いきます。せーの、右、左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 、ワン、ツー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 、タッ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 タさあやっていくよ。ヒップパンプ、そう、ヒップパンプっていう動きをやっていきます。マステさんで説明するの。ヒップパンプ、パンプって英語なんですけど、ヒップが跳ねる、パンプ、跳ねる、跳ねる、ヒップ、跳ねるヒップ作っていきましょう。さあ、じゃあ骨盤型ぐらいに広げましょうか、足で。そこから右へ、左へ、右、左、お尻を跳ねる、跳ねさせる、ゴムボールのようにポン、ポン、パンプ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 。そう、この時にさっきやったエキササイズ、こういうやつ、自分のお尻のお肉をギュッ、ギュッ、ギュッ、ギュッって力を一瞬だけ入れて、お尻を大きく跳ねさせていきます。ブン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 、そう、これね、
イメージするのはそうね、ゴムボールみたいな弾力性のあるお尻で、ここに壁がもしあったとしてポンってやったら跳ね返ってくるの、ドーンってやったら跳ね返ってくる。これをドーンってやって跳ね返ってないお尻だと、そうね、なんかちょっと重すぎるよね、美味しくなさそうなので、しっかり跳ねさせていきましょう。パンパン、そう、すごいイージーでしょ。右左右左、壁にお尻をぶつけて跳ね返る、ぶつけて跳ね返る、パン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 。そう、これ今サイドにやってます。前後ろもできます。前前に足置いて、ブン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 。そう、このポーズ何回もやってると思うんですけど、キャットポジションね、ハの字にして、かかとの延長線上につま先が来るように、でつま先、膝下が長くなるところにしっかりつま先を置いてください。 OK、 この状態でこうやってさっきエクササイズやったやつ、お尻をグッ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 ってやっていくんだけど、なんだろう、前にあるからかな、ちょっと私の中のイメージね、前にある時のヒップバンプってなんかこうアッパーなイメージがある。ブン、あ、後ろにブンブンブンっていう感じ。なんかあんまりベリーダンスっぽくないね、表現が。ブンブンイメージ、これ私のイメージね、正しいかどうかは分からないけど、私はそういうイメージでやってます。うん、反対もいきましょう。反対もしっかり綺麗な足のポジションを作ってあげてください。私ね、すごい下半身にコンプレックス、あ、下半身だけじゃないね、全部コンプレックスいっぱいあるんですけど、特に下半身とか足もそんな長いわけでもないし、細くて美脚なわけでもないので、すごい研究したんです。それでなんか一番なんかね、いい感じだなと思ったのがこの姿勢です。ハの字から45度、ここ0度のところに足伸ばす、膝下からまっすぐ伸びるところを目指してつま先を落としていくっていうところで落ち着いてます、私の美学が。なのでちょっとやってみてください。多分綺麗に見えるはず。よし、じゃあヒップバンプね。さっきと同じ、今度左、ブン、ブン、上にバンプ、バンプ、バンプ、ブン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 、横にもできる、前にもできる。そしたら後ろもできる。よし、後ろやろう。後ろもキャットポジションの反対ね、同じように45度開いていきます。そこからかかと、軸足のかかとの延長線上に足を伸ばします。で、足伸ばしきっちゃうとお尻あんまり動かないので、ちょっと緩いぐらいがいいかな、あんまり伸ばしすぎないと。そこに足置いて、ここもブン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 。立っていこうか。反対も同様です。軸足のかかとの延長線上につま先伸ばしていきます。で、ちょっとルーズな感じでね、お尻を動かしやすいように。そこからブン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 ってやってるんだけど、そうそう、多分ね、見え方としてね、膝をただ伸ばしてるだけみたいな見え方するかもしれないけど、膝を伸ばしただけだったらこんな感じなの、動きがね。でもしっかりお尻使うと、ほら、なんだろう、跳ねてるでしょ、生きてるみたいでしょ、お尻が。ブンブンブン、なんか息のいいお尻でしょ。生きがいいってなんか美味しそうじゃん。そう、美味しそうを目指して私今踊ってます。美味しそうな踊り、美味しそうな体を使
イメージしていつも。そう、ね、子供が生まれてからは美味しいがちょっと一つのテーマになってます。美味しそうなお尻目指してエクササイズ、エクササイズっていう言い方もよくなるね。戻っていきましょう。 OK。 さあ今横やった、前やった、後ろやった、この4点をミックスしていっていきましょうか。でもちょっとつけていきますね、ついでなので。前に行くときこう、横、横、後ろ、後ろっていう手をつけます。もう一回ね、前、前、横、横、後ろ、後ろ。 OK、 これで4点やっていきます。せーの、前、前、横、横、and 後ろ、後ろ、もう一度後ろから、後ろ、横、横、前、前、今度前から、前、前、横、横、and 後ろ、後ろ、and 後ろ、後ろ、横、横、and 前、前。 OK、 これ後ろから見ます。せーの、前、前、横、横、後ろ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 、横、横、前、前も合わせると前、前、横、横、後ろ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 、横、横、前、前。 OK、 どうでしょう。今日はこの一つだけね、ヒップパンプ4ポイント、4ポイントヒップパンプをやっていきました。これね、ステップと組み合わせるとこういう、よくベリーダンスで見たことある動きだったり、こういうやつだね、よく見たことあると思うんですが、こういう動きに応用していけます。いける動きになってます。すごいベーシックな動きなので、少しずつやってみてください。以上、今日はヒップアップに効くベリーダンスのムーブメントのご紹介でした。じゃあまたね。ちょっとだけ好評なおまけのコーナーです。今日はこれ紹介します。これね、沖縄のね、紙でできたジュエリー、その名もペーパージュエリーっていうブランドのものです。これあのプレゼントでいただいたんですけど、すごいいいの。あのアレルギー、金属アレルギー持っている人とかにいいやつ。かわいいでしょ、見えるかな。ちゃんとここがね、あのシリコン樹脂でできてて、ピアスホールのところも。で、これも素材も紙でできてて、めっちゃ可愛いんだよね。ただすごくね、軽すぎて分かんない、つけてるかどうか。たまにすごい、あ、つけてるかな、落としたかなって思っちゃうぐらい軽い。めっちゃいいよ、可愛いでしょ。ペーパージュエリー沖縄で多分検索したら出てくると思うので、チェックしてみてね。では、チャオチャオ。